はい、おはようございます。トシです。さあね、岩手2日目、今朝ね、盛岡の、スキヤからスタート、スキヤで朝食いただきました。さあ今日はね、どこ行こう。昨日は夜中までずっとね、はしゃいでました。まだちょっとね、あんま寝れてないんでちょっと眠いですけど、今朝飯食って目覚めたんで、とりあえず今日はどこに行こう。とりあえず行ってきます。さあ行くぞ。私、迎えが来まして、これから盛岡を出発して岩手県北エリアを巡ります。左手に見えるのは岩手山です。さあ、ここは岩手町ですね。岩手町の町中に入りました。結構綺麗な町並みですね。さあ、岩手町を越えて、これから山奥へ入っていきます。今走っているのが国道281号線、久慈方面に向かってますね。さあ、ここから葛巻町です。さあ、見えてきた看板が道の駅ですね。まずこちらに寄っていきます。はい、まず最初はですね、岩手県葛巻町にあります道の駅葛巻高原です。こちらね、近くに葛巻高原牧場があり、今ミルクとワインの聖地として知られております。こちらが駅舎、まず岩手葛巻ワインと書かれている売り場です。山ぶどうを使ったワインがね、多数取り揃えられております。私、お酒は好きなんですけど、実はワインが苦手なんです。もう結構なブランドものですね。こちらに山ぶどうワイン、ワインだけでかなりの種類がありますね。皆さん、お土産にはいかがでしょうか。こちらは葛巻菜油、菜種油ですね。葛巻は菜の花も名産地。こちらには葛巻高原牧場で採れた、チーズや乳製品が、もちろん葛巻ミルク、ヨーグルトもあります。では、この葛巻牛乳いただきます。葛巻高原のね、牧場で育てられた生乳を 100% 使用してるんで、うわ、とろっとろしてるよ、これ。いきます。さあ、行くぞ。やべ、バニラだ、バニラ、これめっちゃまろやかやん。生乳最高。お次は道の駅スタンプ、果たしてどんなスタンプかな。おっと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 、はい、ちゃんと持ってね、押しましょう。おーっと、ちょっと薄いな。もう一回。はい、これは牧場ですね。牛さんのマークがあります。さあ、次はどこへ行こうか。しばらくの間山道がね、続きますね。天気もいいんで、ドライブにはぴったりなね、天候です。岩手もかなり広いんでね、この内陸から沿岸の間にはかなりのね、山道が続いたりするんですよ。意外と険しいものです。さあ、九戸村に来ました。九戸村って何ありましたっけ。
初めて来ましたね。さあ続いてはそんな九戸村の道の駅です。はい、続いてはあの九戸村道の駅折り詰めおどで館です。まあ、おどでって何ですかね。どうかな。でもこの道の駅ってね、つい最近新しくなったそうで、結構いろんなね、まあ、特産品が販売されてるみたいなんで、とりあえず入ってみます。まずやってきたのはジェラート専門店ジェラテリア中市。12種類の味のジェラートがあり、中でも人気は王の夢ミルク中市の蜂蜜を使ったジェラート。今回私がいただくのは中市の蜂蜜を使った特製ジェラート。地元産の蜂蜜をふんだんに使っているのだそう。ではこの中市の蜂蜜いただきます。なんか甘くてとろけるようなね、味わい。すごいなんか刺激的な甘さ。メープルシロップみたいな感じはね、甘さしてますよ。やっぱりや。お次は特産品売り場へ。地元九戸村産の野菜を中心に販売しております。こちらはオブチキや、オブチキとはキングオブチキンのこと。九戸は鶏のブランド肉もあるのだそう。他にもつくねや野菜餃子も販売しております。とりあえずオブチキゲットだぜ。オブチキカレー、いやーちょっと家に帰ってね、食べてみたいと思います。ここで小腹が空いたので味噌焼き豆腐をいただきます。結構ねふわっとします。お次はスタンプラリー。果たしてどんなスタンプかな。さあ押していく。これ九戸正だね。九戸村の由来ですかね。さあお次は3つ目の道の駅へ向かいます。次の道の駅はね、結構規模がね広い、まあ、自然豊かな道の駅になっているそう。さあ見えてきました。さあ続いては、広野町にあります、道の駅大野キャンパス。大野キャンパス、まあ、キャンパスって言ってもまあ大学、ある意味大学なのかな、ここ、まあ、道の駅大学みたいな。まあここはですね、まあ、パターゴルフ場だったりね、酪農も盛んで大野ミルク村があり、そして、まあ、工芸品、まあ、一人一芸の里と言われているので、まあ、産業デザインセンターもある、かなりねもう充実した道の駅になってます。もう一日中楽しめる道の駅です。あ、中でもね赤鳥ラーメン、大野ミルクソフト、うん、大野ミルクっていうのが、有名なので、あと温泉もあるんですよここ。まあ、今回はちょっとね急ぎなのでちょっとだけ紹介しようと思います。まあ、また後日ね取り上げていくので、とりあえず特産品売り場へ行ってきます。とその前に牧場をお見せしましょう。こちら可愛い牛さんたちです。ここでね牛乳とか育てられてるんですね。でここから本題。こちらがね特産品のある、産業デザインセンター。こちらの売り場では岩手県産のね特産品を多く取り扱っております。こんな変わり種商品も、ほうれん草麺、えごま麺、さらにはマドレーヌといった
北三陸名産のお土産も多数あります。そしてこちら大野ミルク村で育てられた夢ミルク夢ヨーグルトです。本当岩手県はブランドのねミルクやヨーグルトが多いですね。そしてこちらが大野木工、木で作られた工芸品が多数取り揃えられております。大野木工はかなり歴史が長く、キャンパスというのはこのイベントから来てるそうですね。こちらのカバンも木で作られています。見てくださいね、綺麗なね食器が並んでますよ。これが一人一芸の力なんでしょうか。さまざまなね生活雑貨が並べられております。すごいね環境に特化した伝統工芸品っていうんですかね、これが大野木工の魅力なんです。さあ本日3つ目のスタンプラリーコーナー、果たしてどんな形なんでしょう。自然の風景がデザインされていますね。というわけでね、こちら大野夢牛乳と夢ヨーグルト買ってきました。さすがねミルク村で育ったねこの生乳たちがぎっしり詰まっているので、皆さんもぜひおすすめです、そしてこの大野木工、本当にすごいね綺麗な木目調でしたね。さすが一人一芸の村だなっていうのが伝わってくる、うん、そんな道の駅です。さすがねやっぱり道の駅大学みんなもぜひ家族連れでもおすすめです、まあ、キャンプ場もあるんで皆さんもぜひ大野キャンパス行ってみてください。よろしく頼む。はい、ただいま家に帰ってきました。2日間にわたるの岩手旅がね終了となります。2日目はですね、道の駅をメインに巡ってきました。普段ね訪れることのない道の駅を、まとめて、紹介してきましたが、本当に自然の中にある、道の駅がほとんどでね、ほのぼのと落ち着く、道の駅に、行ってきました。家族連れにも行きたいな、ね、道の駅で特産品もいろいろあるので、そこでしか買えないものもたくさん手に入れました。いろんなものに触れ合える、楽しさを今回のね岩手シリーズでは、学ばせていただきました。本当に楽しかった。ね、岩手でもいろいろ撮影していきたいと思います、今回の動画は以上です、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。